平野紫耀らにも可能性平手てゆ奈ハイブ遺跡発表でファンの期待も新たな流れの始まりか。元ケヤキザ46の平手てゆ奈が21日にハイブジャパンが立ち上げた株式会社ニーコーへの所属第一玉アーティストとして発表されました。ハイブジャパンは BTS をはじめ、 トゥモローエクストゥゲザー、セブンティーン、リーセラフィム、ニュージーアンズなどを抱える韓国の総合エンターテインメント企業ハイブへの日本支社です。ハイブは昨年4月にアメリカのイサカホールディングス、アイサカホールディングスを買収し、ジャスティン・ビーバーやアリアナ・グランデ、ブラック・アイド・ピーズ、カーリー・レイ・ジェプセンなどの世界的なアーティストの所属事務所も参加に持っています。 ニーコネイコは、オーシャンを逆から読んだもので、ハイブジャパンの新しいレーベルとなります。ハイブジャパンは平手の今後の活動について、日本を越えて、グローバルなステージに広がると述べています。この平手の、ハイブ遺跡に、予想もしなかった反応が起こっているようです。ティアラ・キング・プリンスへのファン、たちも盛り上がっています。 キンプリは来年5月22日をもって平野紫を、岸優太、神宮寺優太の3人が脱退し、平野と神宮寺も同日をもってジャニーズ事務所を退所する予定です。岸も秋に退所する予定ですが、平野たちのコメントには、海外で活躍できるグループを目指していたが、現状では無理と判断し、目標を失ったという理由が語られていたため、 脱退退場後は海外進出を図るのではと期待する声も多いです。特に平野はダンススキルの高さも知られているため、ハイブや SM エンターテイメントなどの韓国の事務所から再起を図るのではとの憶測も広がっており、中でも元 AKB48 の宮脇紗良が所属するシェーセラフィムを抱えるハイブが有望視されていました。アイドル式者。 ハイブジャパンのプレスリリースによれば、ニーコーは平手ユリナをはじめ、日本を越えて世界の舞台で挑戦的なキャリアを望むアーティストのためのグローバル企業レーベルとなることを目指しています。確かに平野たちにとっては理想的な会社の誕生と言えますが、それは簡単なことではありません。 宮脇は A、K、B グループの運営が関与した日韓合同グループ、アイゾーンでの活動によって韓国で人気を得ましたが、このグループはもともと期間限定であり、当時の韓国の事務所との契約が終了しました。そしてアイゾーンへの専任活動が終了した後、日本の事務所の契約終了を待ってから、正式に遺跡を発表しました。 彼女はハイブ参加の事務所に所属しましたが、日本での活動は A、K、B グループや坂道グループと関係の深い会社が担当しています。さらに、日本のボーイズグループ市場ではジャニーズ事務所が強いです。 ハイブジャパンワイル d h 入ンのオーディション企画アイコン z においてガールズグループのプロデュースに関与していますが、ボーイズグループには関与していません。 さらにハイブジャパンはセブンティーンの冠番組をテレビ朝日で、ティーンの冠番組を日本テレビで放送していますが、どちらの曲もジャニーズの影響力が大きいため、元ジャニーズのタレントに対しては慎重な姿勢をとるでしょう。芸能事務所関係者、また、モチベーションの問題も指摘されています。平野は少なくとも今年の春までは金プリの活動に積極的でした。 ふみによれば社長との面談を何度もスルーされたと言いますがそのような対応を受ければ心が折れるのも無理はありません。それが退場という決断につながり平野の発言にもつながるのではないでしょうか。退場後の行動については何か決まった上での行動よりも突発的な印象が強いです。平野は主演ドラマ クロサギ TBSK の最終回放送を23日に控えていますが、放送までスケジュールが詰まっているようです。グループでの活動、冠無理番組への出演、新曲の準備に加えて主演作の撮影も並行して行っており、非常に忙しいはずです。今後のことを考えるゆとりもないでしょう。もちろん、裏では様々な接触があるかもしれませんが、 退場後も活動を続ける場合でも一度立ち止まり気持ちをこぶし先のことを考える時間が必要ではないでしょうか。前でのアイドル指揮者。とにかくファンは温かく見守るしかなさそうです。